アンリ・ドケーヌは、現在のベルギーで生まれ、フランスで活動した画家である、ブルッセルに生まれた。父親は、フランスのアブビル出身で、母親は、アントウェルペンの出身であった。弟に、植物学者として知られることになる、ジョセフ・ドケーヌがいる。1814年から、ブルッセルの美術学校で、歴史画家のピエール・ジョセフ・セレスタン・フランソワに4年間、学んだ後、 1818 18年にパリに出て、ジャック・ルイ・ダビットの推薦を受けて、ダビットの弟子のアンヌ・ルイ・ジロデイ・コール・トリオゾンのスタジオで学んだ。その後、アントワーヌ・ジャングロのスタジオでも学んだ。1824年からサロン・ド・パリに出展を始め、1830年にはオランダを旅し、オランダの巨匠の作品を研究した。パリとブリュッセルを行き来し、1839年の ブルッセルの展覧会に65メートルの大作、ラベルジック・クーラナントセアンファンツ・イルストを出展し、高く評価され、ブルッセルの王立美術館に買い上げられた。1840年になって、イタリアを旅した。フランスのロマン主義の文学者、アルフレッド・ド・ミュッセやアルフォンス・ド・ラ・マルティーヌの友人となり、ウジェーヌ・ドラ・クロワや、ポール・ドラ・ローシュといったロマン主義の画家とも交流した。ベルギー政府から、 レオポルド勲章を受訓し、フランス政府からも1842年にレジオンドヌール勲章を受訓した。歴史画や宗教画を描き、ベルギーにおけるロマン主義絵画の先駆けだとされている。ありがとうございます。